えー、こんにちは長谷です、えーっとまあ、の前回、えー、の、えー、っとメキシコの,あの地域チャンピオン、まあ、にしっかり勝って、えー、この試合にしっかりとつなげられたということで、えーっとまあ、今回、初めての,あの世界ランカーとの、まあ、戦いになるんですけどもあのしっかりと、まあ、圧倒的な差というかあの、まあ、初めてのちょっとこう、まあ、自分の中で 今までよりすごい強敵だなっていうのを感じているので、まあ、そこでどんだけの差を見せて勝つことができるかっていうのをやっぱあのお客さんだったりとかファンの人は見ていると思うのでそういうところをしっかりと見せたいと思いますので、えー、皆さん応援よろししくお願いします,す、えー、3戦目の相手が世界ランカーということになりましたが対戦相手の強さというのはどう考えていいらっしゃいますかまあやっぱりこう本当うん、まあ、自分より実力の。まあ 上ランキングっていうのは上の選手なので、まあ、あとはそう前回につ引き続きあの今回もルイスなのでなんかルイス狩りをしっかりとしていきたいなというのも思いますし、まあ、やっぱあ,のあとは2試合とも東京でやったんですけど、まあ、今回、あの大阪ということで、まあ、しっかりと、ま、だどんな場所でもあのしっかりとかましていきたいなと思ってますね。はい 今回の対戦相手はルイス・ロブレス選手、前回はルイス・グスマン選手でございましたけれども、前回の試合というのは、ご自身で振り返られましたかはい、振り返りました、ね、どういう印象、手応えがありましたか印象はまああの、まあ、デビュー戦よりも本当、成長できてたなっていうのも、まあ、僕も実感してるし、やっぱこう、周りも実感してくれてると思うんで、まあ、そこからの改善点を、まあ、本当、毎日。 一つ一つクリアしていってるっていう感じですね、まあ、その前回の試合では左手の骨が折れてしまったんですけども、まあ、あのそれもしっかりと回復してますし、まあ、そのこう左手が使えなかった期間もずっとあのだろうこうやり込んできたので、まあ、本当、そこの点では問題ないかなとはその中で次の3戦目、もしこれを見せたい。 というもものがあれば聞かかせてもらえますかまあ本当、進化している姿まあ毎回言うんですけどあの見せたいなと思っていますしやっぱり本当に時間をかけてあの着実に成長していっているなというのも思いますしやっぱあとは、本当、仲間たちだったりとかあチームの皆さんにあのと一緒にこう作り上げていくものだと思いますしあとは、やっぱり。 生じゃないと多分こう感じられないものがあると思うんでもうほんと会場に来てもらいたいなって思いますねやっぱこう今ほんとこうやっていろんなところで配信とかしてもらってるんですけどやっぱなんかこうねこうみんな携帯持ってなんか SNS で見ればいいやみたいな感じもあると思うんでじゃなくてなんかやっぱ来て体験するっていうのがマジ大事だと思うんでほんとそこをなんだろうこうこの。 ね、僕もそうですしこの出てる選手はみんな,なんかそういうのは見せられると思うのでやっぱりこう来てしっかりと感じていただいてそこからなんかあの自分たちの、まあ、その次の日からのこう人生につなげてほしいなっていう、まあ、そこをここまで本当にみんなであの強くなろうとうう思ってやっているので、うん、それを本当だろうこの生で見てほしいなっていうのはあります。はい あの左手の,その骨折で、左手が使え練習であの使えなかった期間というのはどれぐらいで、その間はどういうトレーニングをしていたのか、でその時に、えー、何か感じたこと、えー、普段と違う練習の中で気づいたことはあったら教えてください。えっとまあ、試合を終えてから月 2ヶ月ちょいぐらいですねあのずっと手を使えなかったんでやっぱ例えばキックの時だったら、まあ、片方な、もし使えなかったら右、左、えー、反対の手っていう、まあ、パターンあったんですけどなかなかこう本当2つしかない中の1個がなくなっちゃったんで、まあ、本当に、えー、こう殴ることはできないし本当ずっとシャドーだったり、まあ、走り込みめちゃくちゃ走り込みましたね。本当に これでも勝ってぐらい走らされましたし、まあそのおかげでやっぱこうスタミナもついたし、やるために良くなってるし、まああと一番僕があのやってたのはあの気を上げることをしてましたね。はい、ちなみにあのこ拳の骨折というのはキック以外含めて初めてなんですか？いや、えっ、ー、と剥離はありましたね。キック以外なんかは。 結構試合の日当日に痛いなって思ったらそれが折れてたやつがありましたね、はい、結構格闘家って鈍感なんで、そんなに気づかないですね、僕も今回もそんな折れてないと思ったんですけど、なんか病院行ったら折れてたんで、気持ちじゃどうにもならないこともあったんだなみたいな。はい思っ この先ですか今回その、まあ、体重を見てもらったら分かると思うんですけど、えっと、い,つもいつもというかあの前回、前々回と55.3、えー、スーパーバントでも出てたんですけど、まあ、今回、1本で落としてあの、まあ、だいぶボクシングの体になってきているので、まあ、本当にあのこう日々節制してというか、まあ、ボクシングのためなら何でもやる。 っていう、まあ、自分のテーマがあるんですけどほんとその中で体重を落としてやるっていうのはまあ一個の意思表示なのかなっていうふうには思いますよ。はい、まあ毎回そうなんですけど、まあ、相手についてそのどうこうするとかっていうよりかは、まあ、自分の動きだったりとか、まあ、あとはでも本当あれですよねこう技術っていうのもそうですけど、まあ、もう自分の持ってる中の。 こう正義と念をすべてぶつけます。はい